はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はこちらね、青下ハイファイさんから提供いただいた SMSL AO200 ね、こちらのアンプね、今回は音出しは何を使うかというと、サウンドアーティストさんの S5 ね、このスピーカーを使って音出しをしたいと思いますね。でこの下にはね、パナソニックのウーファーがありますね。はい、で今ウーファーはね電源オフになっております。ちょっと待ってね、よいしょ。はい、でね、今回は Bluetooth ですね。 Bluetooth ね、でこの Bluetooth はこれですね、iPlay20 ね。はい、 Android のパタです、これね。これを Bluetooth で今接続しています。で、パナソニックのウーハーね、電源が今オフになってます。電源オンにすればね、ウーハーがボコボコ効きます、ね。はい。で、これでね、サウンドアーティストの S5 ね。で、これがあのサウンドアーティストのアンプだね、過去に紹介しました。SA200IA です。これね。で、これはね、プレイヤー、ね。あの、ホファインスさんのプレイヤーになります。これね。はい。まあ、音楽聴きたい場合ね。レコード聞いた場合はあのこれに接続してあります、ね。で今回のスピーカーなんだけれども、よいしょ、ね、まあ、サラネットは外してあります、ね。まあ、結構ね、ぶっといスピーカーケーブルでね、接続してあります、ね。クーパー、ね、クーパーのよいしょ、こんなねぶっといやつでね、接続してあります。でこれがウーファー、ね、サブウーファーね、これ一本で接続してます。ね、はい。まあ、この環境で、Bluetooth でね、音を聞いてみたいと思います。よいしょ。ね、さあ、どんな音が鳴るかな。今のところね、パイオニアの A5 がね、ちょっと無敵の最強の音だと思うんだけどもね。まあ、一応皆さん興味はあるでしょう。サウンドアーティストのね、S5、どんな音するのかなってね。はい。そんなわけで、全く同じ条件ですね。Android の Bluetooth で音を飛ばして、ボリュームは一番上から2つ下げたところ、そしてこちらのね、ボリューム50ね。で、音はダイレクトですね。エフェクトはかけません。同じ条件です。スピーカーが違うとね、音もどう違うのか。じゃあ、今回は何にしようかな。どれにしようかな。ね、はい、じゃあこの曲にしましょう。ポチッ。あれ音ちっちゃいかな。
そのまんまだとちょっとなって耳こうしちゃって聞いてるとね、まあいいんだけども、パイオニアの A5 の後だとちょっとなただ温かい音だよね。この S5 はね温かい、なんかまるでねその木のぬくもりがねあるような、そんな感じでね、その重低音の重みというよりも全体的なこの木を感じるようなね、そんな重みを感じるよね音にね、
なのでね、まあ、音は調整すればね、いくらでも変わるんだけれども、ちょっと高音の方をプラス5、6ぐらいまでね、上げてみました、今回ね。で、こうやって聞いてるとね、すごいキンキンしてくれるんだけどね、普通にこうやって聞いてる状態と、まあ、この収録したマイクの音だとね、また全然違うと思うけど、ね。まあ、こうやってね、いろいろ聞いてみると、スピーカーの相性っていうのはね、すごい重大だなと思うよね。パイオニアの A5 をすごい鳴らしきってるなっていうね、アンプのイメージがおじいにはもうこびりついたかなでね。で、サードアーティストのこの S5 で、まあ、鳴らしてみてね、このアンプで SA200 アゲラかこれね、これで鳴らすとものすごく綺麗ないい音が出るんだね。これはね、やっぱこのアンプとこのスピーカーのこのバランスなんだね。これが絶妙なバランスでいい音が出てるね。やっぱりね、難しいね、おじいみたいなね、とりあえず分かんないっていうのはね、もういろいろ試行錯誤してみるしかないっていうね。で、やっぱりね、その音を出すのにやっぱりパソコンから入れると、昨日の検証で、あ、今日だかな、すこぶりいい音だったね。で、おじいがびっくりしたのが、Bluetooth の音でパイオニアの A5 がね、すげえいい音出たんで、これでパソコンつなげたらどうなるんだろうなと思ってね、ちょっとここまでパソコン持ってくるのは大変だからちょっとできないんだけども、なんか可能性はすごい無限大に秘めてるよね。はい、そんな感じでね、まあこれもうポテンシャルはものすごい高いアンプだなっていうのはもうよくわかりましたね。あとはどれくらいこう引き出すことができるのかね、そこがやっぱユーザーの腕の試されるとこなんだろうね、きっとね。おじいはもうこのアンプはね、こっち側の反対側でこのパイオニアの A5 で鳴らすアンプだなって、それかパソコンに持ってってね、ノブサウンドさんの S5 ね、A5 かあれはね、 S5 だかね、あれで鳴らして聞いてたらまあいいかな。で、やっぱここで聞いてるのがね、すごいいい音だからね。ね、はい、それだけでね、アウシダハイバイさんとアマゾンの、ね、代理店のリンクはここに置いてあるので、このアンプの細かいね、仕様なんかはそちらの方をご覧になってみてください、ね。まあ、いろいろこうしてね、音出しの検証してるのが本当に楽しい、ね。でね、この収録する前にね、おじいはずっとキョンキョン聞いてるんで、キョンキョンね、すごくいいよ。キョンキョンすごくいいよ。ウィスパー聞いてるんだけどね。すごくいいよ。ね。たまんないよ。ね。聖子ちゃんとかね、いろいろたまんないよ。もう、80年代アイドル、これで聞いたらたまらないよ。ほんと。ね。今日は一日ね、早い時間からこの AO200 ずっと音聞いてるけど、ちょっと久しぶりにね、やっぱ音とね、二人三脚でずっと午後までやってきて、やっぱストレスも発散できるしね、やっぱ音聞いてるとなんかほがらかになってくるね。邪悪なものがなんか流されていくようなね、そんな感じがするね。はい、そんなわけでね、今回の検証はここまでになります。参考になった方はね、グッドボタンを押してください。この1個前に作った動画のパイオニアの A5 との組み合わせがもうおじいはもうちょっとやみつきになりそうですからね。はい、またね、別の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。